番組ナビゲーターの中村美香です。日本の地方都市から世界初、そして世界一、業界トップの会社がまた生まれ変わろうとしています。1945年の創業以来、その技術力で業界をリードし続けるファイルナンバー52、朝日有機材工業株式会社。樹脂製バルブでは世界トップクラスのシェアを誇る企業です。また鋳物を支える樹脂でも業界トップ、トップに上り詰め、それを維持する企業とは一体どのような会社なのでしょうか。朝日有機材の発祥の地、宮崎県延岡市。朝日有機材は現在でもここから世界にバルブを供給している。バルブとフェノール樹脂、聞き慣れないこの2つの事業、しかし私たちの生活のそばに彼らの技術が息づいているという。今回実際にその現場を見せてもらった。2004年にリニューアルオープンした新江ノ島水族館。水族館の要となる縦横に通る水を通す管に取り付けられたこのバルブ、これが朝日有機材の技術の結集なのである。この水族館をはじめ、日本国内はもとより世界の大きな水族館のバックボーンを支えているのが彼らの技術なのである。アメリカでは全米水族館協会の技術顧問も務めている。朝日有機材工業さんのパイプやバルブを採用した経緯といたしましては、長い歴史からなる信頼性はもとより、製品のサイズや種類が豊富なこと、それにより私たちの要望に速やかにお応えいただけると期待を込めて採用いたしました。今後、朝日有機材さんに期待するところといたしましては、私たち新江ノ島水族館では、館内各所で多数のバルブを使用しております。これの安定供給はもとより、エンジニアリング部による設計施工等、お力を、お借りしたいと思っております。このバルブは2011年に大改装を行った池袋のサンシャイン水族館で20年以上使われていたバルブである。本当に20年以上使用されていたのかと疑うほど傷みがない。これも朝日有機材のバルブが選ばれる理由なのであろう。東日本大震災で大きな被災を受けた岩手県のサケ人工孵化場。この施設の復旧にも朝日有機材の製品が使われている。そして水族館や水産業以上に使われているのが製鉄や化学の工場である。半導体や液晶、太陽電池の生産にも欠かせない。朝日有機材は水や薬液などの流体の制御で日本の製造業を支える要不可欠の企業なのである。朝日化成の愛宕事業場、昭和20年代にこの工場からの要請で朝日有機材はプラスチックのバルブを開発し、世界で初めて世に出した。それ以来このアサヒ AV ブランドは世界の信頼を集めている。ここアサヒ化成愛宕地区では化成ソーダや塩酸といった非常に強いアルカリや酸などの製品を製造しています。そのために金属製のバルブを使用できないというのが第一の理由です。さらに年々発達する製造技術によりバルブの使用条件も過酷になってきています。しかしながら朝日有機材さんはそれに対応できるバルブや製品の開発をしていただけます。これらの技術力と長年の信頼性によって朝日有機材さんのバルブを使用し続けています。
もう一つの柱である樹脂事業も昭和20年代から日本の産業を支えてきた。鋳物を作る際に使うフェノール樹脂、これを砂の表面にコーティングし金型に入れて熱すると固まる。この原理で鋳物用の砂型を作る。この砂型は溶けた鉄やアルミの中で鋳物を複雑な形にする。アサヒ有機材はこの鋳物用樹脂とレジンコーテッドサンドの両方で業界トップである。エンジンなど精密な鋳物はこれがなくては作れない。アサヒ有機材さんはレジンも作って見えますので、非常に優れたコーテッドサンドがいただけます。営業さんの対応も非常に早いので喜んでいます。マンションやオフィスビルで使われる現場発泡断熱材、アサヒ有機材ではフェノール樹脂の技術を使って地球温暖化ガスであるフロンガスを全く使わずに同等の断熱性能を持つシステムを世界で初めて実現した。冷暖房効果を高めることと地球温暖化防止等を両立させる国家レベルの重要なテーマに大きく貢献するとして、アサヒ有機材はオゾン層保護地球温暖化防止大賞審査委員会特別賞とグリーン購入大賞審査員特別賞を受賞した。このような製品を開発するアサヒ有機材の東京本社を訪ねてみた。お客様と真摯に向き合うということだと思ってます。お客様のご要望をしっかりと受け止めて形にするということですよね。例えばこちらにある製品は時間差式インラインミキサーというものです。中にエレメントという部品が入ってまして、流れ方向に濃度ムラのある流体がこのエレメントという部品を通過すると時間差が生じ、その結果、濃度ムラが解消されるという世の中にない画期的な製品になっています。これはまさにお客様の、お困りごとを解決しようという思いから生まれた商品です。このように、我々は今後ともお客様に選ばれ続けるメーカーでありたいというふうに考えております。こちらは水族館や工場排水の処理、また飲み水や食品製造工場の衛生管理に利用される液面プラズマオゾナイザー、世界で初めて水の近くで放電を起こす工業的な装置を開発した。新製品を世に出すとともに既存の主力製品でも愚直なまでにお客様のニーズに応え、世界中のお客様の事業を陰で支えていく、それが私たちの使命ですとある社員は言う。国内のみならずアメリカでも樹脂製バルブでトップシェアを持つアサヒ有機材、業界トップでありながらそれに満足しない。アサヒ有機材の新技術、そして新製品の開発はこれからも続いていく。